アローズ A20 は、アローズが1999年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーはマイク・コフラン。F1 デビューとなるペドロデラ・ロサとティレルから移籍した高木虎之介がドライブした。A20 は、ジョン・バーナード作による A19 をベースとして、バーナード門下にいたコフランが改良を手掛けた。 特徴的なサイドポンツーンなどは変わっておらず、マシン全部がデラロサの持ち込みスポンサーであるレプソルのオレンジ色に塗られたこと以外、外観の大きな変化は見られなかった。エンジンはブライアンハートによる自社製エンジンが搭載されたが、現代の F1 で競争するにはリソースが小さく、力不足であった。ハートはトム・オーキン賞と自社の所有権に関する論争の後に、 開発から離脱した。1999年シーズンは三端たる結果であった。A20 は遅く、信頼性にかけ、グリッド候補をミナルディと争った。獲得ポイントはデラロサがデビュー戦で得た1ポイントのみで、あり、アローズよりも、回のチームは、新規参入のバーのみであった。デラロサは、ポイントを獲得したことで有望であると見られたが、高木は、 チームとのコミュニケーション問題特等し、シーズン後にチームを去った。彼に代わって2000年は、ヨスフェルスタッペンがドライブした。チームはメインスポンサーを持たず、資金不足であった。シーズン開幕前には、ナイジェリアのマリク王子とイギリスの投資銀行がチーム株式を取得し、A20 のボディはマリクが提唱する T- ブランドの広告版になった。開幕前テストから、 A20 のサイドポンツーンに描かれた日数がカウントダウンされていき、数字が例になった第3戦0 3マリの GP にて、ブランド発表会が行われた。マーケティング担当者のダニエル・オーデットが中心となり、アパレル、エナジードリンク、マウンテンバイク、オートバイや、スーパーカーなどのコラボレート商品を展開すると発表していたが、 結局進展が見られないまま、マリクはチームを離脱してしまった。ありがとうございます。